登場でございます。まず大森ゆかり対ブル中野の一戦をご紹介することにいたしましょう。まあ、このところ作戦が非常に多かった全日本女子プロレスでありますが、こうしてシングルで1対1で戦ってみますと、また選手の性格とかあるいはテクニックとかファンにもよく分かるんですね。それが大いに注目を集めているようであります。さて今ブル中野選手がゆっくりとリング上に登場いたしましたが、竹刀を持ちましたダンプ松本、そしてフレンユーのリングサイドに姿を見せております。異様な興奮が高まっております。東村山市民スポーツセンターであります。続いて赤の花道を通りまして、大森ゆかり選手が姿を現してまいりました。大森ゆかり選手はこのジャパングランプリ過去いっぱいであります。一方ブル中野選手は2敗を喫しております。まだ白星がありません。両選手の対戦を迎えたわけでございます。藤井へフリーアナウンサーが選手を紹介します。テクニック感動大森ゆかり、敗れはいたしましたが、先日のダンプ松本戦本当に根性を見せました。久しぶりに大森ゆかり爆発といった感じのファイトでした。そしてブル中尾、まあ、ブル中野選手は過去2戦して2敗というね、黒星が2つ並んでるわけなんですけども、しかしこのジャパングランプリ出場できるだけでも中野選手にとっては大きな経験になりますね。まあ、本人も言ってますよね、はい、私はこれよく出してもらえてありがたいと、だから一生懸命やりますと、勝ち負けは全然考えていませんと。なるほど、まあ、それが正直なところでしょうね、彼女は。そうでしょうね。さあ、しかし今日はどちらかが負け、どちらかが白星というかね、特に大森としてはですね、いい試合をしながら一敗してますんで、今日あたりこのブル中野選手からどうしても白星を上げたいですよね。そうでしょうね。はい、本人もそのつもりでしょう、今日は。はい、試合開始早々から相当に気合が入っております、うん、大森ゆかり、そしてブル中野であります。先ほど幕府師匠から紹介がありましたが、本当に大森選手というのは大食感というかね、よく食べますよね。よく食べますね、はい、素晴らしいですよ。とにかく幕府師匠がびっくりしたっつうんですからね。私もね、並大抵のことじゃありません。私も話しかけて食べる方ですからね、はい、いやすごいです彼女は。まあ、それが全て爆発的なエネルギーになっているわけですね、はい。さあ、大野さんと利用いたしましたブル中野であります。さっと反撃に移りました。安子ちゃんなんかこのブル中野選手の変身ぶりっていうんですか、はい、ね、すごいですね。極悪に入ってよくここまでできますね。本当に普通でできませんよね。本当にこんなに近くで見たら初めてなんですけども、はい、でもね、ゆかりがこんなに苦しいんだろう、珍しいですか。いやいや、本当だったらね、問題ないですよ、はいはい、キャリアから言ってもね、はい、実力から言ってもまだブル中野はね、かなわないはずなんですけども、今日はなんといってもリングサイド目を光らせているダンプ松本フレンユー、この2人の存在が大きいようだ。はい、いや、安子ちゃんもだんだんね、エキサイトしてきましたね。あーっと、今度は噛みついている、相当に痛そうであります。だから制裁がないですよね、試合にね、やっぱり痛めてから。そうですね、あーっと、また噛みつき、また噛みつきであります。さあ、あーっと、また手を引っ掛けました。あーっと、またやっている。あー、左の方徹底的にやっております。さあ、レフリーがこの狂気を取り上げられるかどうかであります。厳しく注意してるんですけどもね、まだなんといっても新米レフリーであります。そう強くは出られません。今度は鉄パイプが入ってまいりました。徹底的に左の方を止めております。このトニー松崎というレフリーですが、幕府師をね、はいはい、かつて神地区というお相撲さんがいましたでしょ、はい、現在の若松親方、はいはいはい、このですね、長男なんですよ。ああ、そうですか、はい、息子ですか。さあ、場内乱闘になりました。満員のお客様からはゆかりゆかりというゆかり声援コールが飛んでおります。東村山市民スポーツセンター、しかし形勢は圧倒的に悪い。さあ、ブル中野上がりました。大森ゆかりはどうなっているか。阿部志郎レフリーもリングサイドに姿を現しました。あー、やはりね、どうやらサポーターが入ったようですね。今、右の方、サポーターがつけられました。さあ、大森ゆかり絶好のチャンスであります。
また取られます。サポーターを取られます。大森ゆかり苦しくなりました。ブル中野がサポーターを取っている。さあどうするか。いやーこれは極悪に対してはどうもあのサポーターなんか幕を返って悪いみたいですね。そうですね、まあ、はい、ターゲットになっちゃいますからね。ターゲットになりますね。ゆかりゆかりまたハイコールが巻き起こっております。東村山市民スポーツセンター。しかし圧倒的に形勢が悪くなっている。また岩屋つけられております。さあ、本人が言っている。これはもう完全に反則ですからね。はい、本人松崎どうするか。本人松崎どうするか。徹底的にクレンジングが出てまいります。さあ、今日は可愛い妹分の中のバンクロスモト、そしてクレンジング、2人が応援に出ております。取って取りゃいいんですね。取らないと、本人松崎取らないとね。ちょっと勝負になんないよ。しかし、ゆかりも肩が行きそうであります。大森ゆかりも泣きつらになっております。アタックでやります。でも両腕で使えないですよ、ね、そうなんですよ。大森の実力というのはね、はい、ジャガーやことはもうびっくりしてるんですよね。そうですか、ね、ジャガーやことは申し訳、これにあの大森に押さえ込まれたら遅れない。なるほどなるほど、ね、ラプリカーに行った。ようやく大森ゆかり一時報いました。しかしその後すぐに肩が痛そうにしております。やってるときはいいですか。はいはい、ね、そうなんでしょうね。おーっと抱え上げて落としました。今のもちょっとね、うん、高く抱え上げることができません。いつもよりもちょっとスピードが速かった。上がんない、ね、持ち上がりませんね。やはり右の腕を使って持ち上げようとしておりますが持ち上がりません。ようやく今持ち上げました。叩きつけております。さあ今ヤンドからトップロープに上がった。このまま行った。このまま行った。おーっとまたもう右肩を打ちました。またも右肩を打ってしまいました。大森ゆかり本当に苦しい試合だ。さあブル中野いった。どうするか。と体当たりであります。体当たり完全に負けている。かろうじて左足を伸ばしました。いやどうしたらこの窮地を脱することができるか。しかも場外戦に持ち込んでおります。場外戦であります。場外戦は圧倒的に不利。血中攻撃。いやー先日の皆さん、これはですね、勝った市民総合体育館ですか。あそこのお返しですね。そうですね、あの結局五角同盟総会ですからね、はいはい、あの時ダンプ言いましたもんね。私は今までね、相手をやったことやられたの初めてだと。そうでしょう。だからこの恨みは怖いと、はい。さあ大森ゆかりとしては苦しい試合になりました。さあなんとか足を取った。足を取った。おっとそうですね、この技はいいですね。あんまりあの、はい、さあ足4の字。しかしですよ、これあのこれではギブアップしませんからね、危なかったらダンプ松本クレインが出てきますからね、うん、まあしかしとりあえずこれで、うん、そうですね、一応足をね、はい、痛めつけておきますか。これしか方法ないでしょうね今の、足を使いますからね、はい。ご覧ください、いかにこの足4の字が苦しいかね。えあっという間顔面から汗が流れてまいりました。ブル中野、さあダンプ松本がちょうど放送席の前だ。竹刀を持ってやはりブル中野を助けに行きました。まあ、これ以上足4の字が勝っていると危ないと見たんでしょう。そしてトニー松崎、この監督攻撃に対しまして今カウントを取っております。完全に決まってますから。そうなんですよね。外れませんね。はい、さあようやく今、また真ん中に出しましたね。さあ足技でいいっすよ、足技でいくのがいいですね。今重心を落としました。ギロチンドロップに行こうとしたんですけども、これは空振りに終わった。さあまだコーナーに行った。おっと大森行った。一気に行った。そこから引いた。強烈な上げ技と決まりました。ここから行った。カウントが入る。懸命にこらえました。右腕は効いてないですからね、そうですね、抑えられないですね完全に。さあ、またカウントが入りました。おーっと、トニー松崎に対しまして、大森ゆかり、どうしたんでしょうか。カウントが遅いですね。カウントの入れ方がね、ちょっと遅かったんでしょう。さあ、抱え上げている。そしてどうするか。おーっと、今、山崎が出ました。山崎が助けに入った。そして若い選手が入っている。小倉が入った。長友が入った。弾道奥に上がった。このまま一気に、なだれ式でいくか。なんと、ね、下を後ろに落としました。さあ大森ゆかり、この子は今度は最低だ。3連勝が入りました。そして今トニー松崎の足を引っ張ったダンプ松本、この辺りは2分まで3つがあっております。呼吸もぴったり極悪同盟。
うまいもんですね。実にうまい。さあ、またの乱戦になった。さあ、徹底的にやられております、大森ゆかり。やはり2本試合だ。勝田市民体育館のお返しであります。茨城のお返し。いやー、これは大変なことになりました。さあ、もう、トニー松崎のね、はい、正常じゃありませんね。カウントいいですね、これは。カウントいいですね。もうダンスがあった。最後持ち込まれました。さあ、またいった。おー、入れた、入れた、入れた。これはどうしたんでしょうか。入れであります。さあ、もう泣きそうな顔で今、大森が逆襲に転じました。さあ、どうするか。抱え上げている。そして、どうか。そうとした、うまいですね。今のは内藤を打ちました。カウントが入る。カルバーっと、いやー、プレイヤーがまた牽制であります。あの子もカウント入れてもいいんですけどね。どうしてやめるんでしょうか。あれはこれはかなりですかね。若いしね、うん、それからあの正義のねレフリーとして私デビュー戦の時にはね絶賛したんですけども、どうしたんでしょうか。何か今日はややあの気合に欠けてますね、トニー松崎も。ユーザーズがダンスさんの気を取られてるって感じですね、はい、そうなんですよ、ね。いやもう安子ちゃん憤慨してますけども、本当に何か今一つしっくりいきません。さあ、またこの中の足を持った。また場外に落とすか。場外に渡ってこまっているプレイヤーの本当に実装的にやってまいりました。なんと、なんと、何をしようというんでしょうか。行け、ダメ、あっちはダメ。決定的にやってる、決定的にやっている。さあ、時間コールが飛んでいるが、完全に鉄柱攻撃を受けてるが悪くなりました。すごい迫力で放送席に来ました。なんと上田晋司コミッショナーのマイクを取って、これを競技として使おうというあっぱれな根性であります。今場外で一発目ぶちかましました。今リング上には誰も上がっておりません。リング上には誰も上がっておりません。今ようやく大森が、そして古中野上がってまいりました。いやー、本当にバフーショー、いい試合になりましたですね。本当にいい試合です、はいはい。まあしかしほとんど一方の手を使えない状態で、さすが大森かれてやります。実は塩野さんね、はいはい、試合始まる前にね、私と大森と出てこう目があったんです、はい、今日行くぞという、ねね、あの目の、ね、あれがあったんです、アイスが。だから私はね、はい、まだ安心してみてる、絶対行けると思うんですこれ。あ、そうですか、絶対ね、まあ、負けませんよ今日。なるほどね、はい、大森ゆかりのファンであります霊霊者和風師匠、相当力が入ってまいりましたリングサイド。さあ、あっと、しかしまたこの中のブレンバスターに行きました。まだいいですよ。ちょっと大森動くか止まった、危ない。カンプ入った、と入った、とどうしたんでしょうか。あー、なるほどね、何か熱くかったようであります。はい、そうですね、このあたりはさすがによく見ております。さあ、しかしほとんど動きが止まってしまいました。先輩の大森ゆかり、また焚き付けられました。さあ、ビランドを振り上がった。今のヒップドロップ食っていたら勝負があった、ね、完全に勝負ありました。よく球審一勝、よくかましました大森ゆかりであります。さあ、買い上げた、トップロープに据えた、どうするか。コーナーポストから思い切って、さあ1回転、このまま抑え込みに入る。カウントが入った。しかしこれも2であります。結局ね、みんな効いてませんからね、少なくなってまいりました。力が入りますね、これ、みんな効いてないんでね。高さ抑え込みの体勢だ、これは決まったか。またも崩れてしまいました。ダンクの松本がいかにも崩れそうにね。さあ、おっと、今度はどうか。今度は体勢が崩れました。ゆかりさんも泣きそうな顔してるんですよ。目だけはすごい輝いてるんですけどね。今日はね、何か泣きそうな表情を見せますからね。大きな長い足が飛びました。ダメ、またカウントが入っております。さあ、果たして決着がつくか、勝負がつくか。勝ち点が1、負ければ0点、引き分けが 0.5 点ということになっております。何か 0.5 点というね、可能性が強くなってまいりました。もう時間がほとんどなくなってしまいました。東村山市民スポーツセンター、サイドドライバーは、サイドドライバー、引っ張った、おった、このまま、おっと、入った、入った。しかし、
残念ですね。試合の中盤が2秒分であります。確かに上田さん、何かカウントスリーという状態じゃないですね。完全にカウントスリーが取れる状態ではありません。大森ゆかり続けていった、ヘッドバットでいった、さあ負けておりません。ブルナカのヘッドバットを返した、まだいった。いやー、もうこうなったらプレスというよりも何か喧嘩に近くなってしまいました。喧嘩マッチみたいですね。喧嘩マッチですね。お互いに執念、根性をむき出しにしております。30分1本勝負シングル戦。しかし今日は大森がですね、肩を痛めたとはいえブルナカも取ってもんですね。大した根性ですよ。カウントが入る。再三カウント2まで追い込んでおりますブルナカの。さあ今度はどうするか。高さを抑え込みの体勢だ。痛いですよ。これはしかし崩れております。さあ大森がいくか。さあアナローグが行った。アナローグが行った。さあ、あと1分で先輩大森、勝負を決めることができるか。さあ、ここはチャンスだ。時間がない、時間がない。しかし、大森、最後の大技が出るかどうか。さあ、のんびりしている状態ではありません。まずは、どんな試合をフィニッシュに持っていますか。あーっと、キックが出ました。さあ、ゲスト点じゃないですか。どうするか、どう決めるか。しかし、大森もですね、あんまり急いでないですね。最後はパイルドライバーで行くのか。さあ、ラスト30秒。当然大森の耳にも、そしてブルナカの耳にも入っております。抱え逆にやられてしまいました。そして大森が言った、ラスト20秒。あ、これはどうやら引き分けだ。もう何か先輩大森が引き分けているというような今は感じであります。あまり積極さが見られません。時間がなくなった。ラスト10秒。時間がなくなりました。大森休んでますもんね。これじゃあちょっとカウント3は取れません。ラスト5秒。さあ、行けるか。もうダメだ、もうダメだ。時間がありません。最後はちょっと力尽きてしまいました大森ゆかり。もうダメだ、もうダメだ、もうダメ。今ゴングが鳴りました。最後はちょっと大森もう力尽きましたね。そうですね、やっぱり、新潟の故障が響いてますね。時間内で決めようというね、根性執念がややありませんでした。だいぶ疲れましたね。疲れ果てました。大森今日は本当に疲れました。逆に言えばよく30分相手の状態で戦いましたよ。そうですね、よくやっぱり持てましたね。しかしあの幕内賞、はい、珍しいですよ、はい、大森ゆかりがあんな状態で、ね、ドーポンとかでね、はい、本当に珍しい。それとね、やっぱりブルが力をつけてきました。そうそうで、大森とあれだけ戦えるってのはね、それは言えます。本当にそうね、力いっぱい戦いました。本当にいい試合でした。